ワスプ -15 は海蛇座の方角に約1000光年の距離にある構成である。見かけの等級は約11等級と暗く、肉眼では見ることができない。ワスプ -15 は F 型星で質量は太陽の1.18倍、半径は太陽の1.477倍で、いずれも太陽を上回るが、密度では太陽より低くなる。表面の有効温度は 約 6300K で太陽より高い。金属量は主な指標である鉄と水素の存在比 FEH が太陽比でマイナス 0.17X つまり太陽の68%程度であることを意味し、ナトリウム、マグネシウム、ケイ素、カルシウム、スカンジウムなどの金属も同じ傾向にある。また、ワスプマイナス15は太陽より若いと見られ、 年齢は39億年と推定されている。高度は太陽のおよそ3.09倍である。2008年、スーパーワスプ計画で太陽系外惑星ワスプ -15B が発見された。この惑星はホットジュピターでワスプ -15 から 0.499AU の距離を3.7520656日周期で好転している。ワスプ -15B は 半径が異常に大きいことが指摘され、質量が木星の半分強なのに対し、半径は木星の1.4倍になる。この大きな半径は熱による膨張と考えられるが、母星に近いことによる高温だけでは説明できず、潮積加熱かその他の内部熱源は効いていると考えられる。天文学者のウラジミールリラは、アジアと呼ぶことを提案している。 2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機会を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて、WASP-15 は、コートジボワール共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、コートジボワール共和国内での先行。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ワスプ -15 はニャミエン、ワスプ -15B はアサイと命名された。ニャミエンはコートジボワールに住むアカン族の伝承で、創造の神を表す。アサイは同じくアカン族の伝承で、 大地を司る女神を表す。ありがとうございます。